この配信はポンコツロマン大活劇バンピートロットのプレイ配信となっております。今回は15回目の配信ですね。もうストーリー的にはもう前回で一通りエンディングまでお見せしまして、今回がまあ最終回になるんですけれども、この最終回ではですね、まあ、クリア後の1年後の世界がどんな風になったかっていうのを見ていきつつですね、ちょっとこれまでの配信で紹介できなかったサブイベントっていうのを、まあ、できればね回収していこうっていう、まあ、そういう最終回となっております。1年経って、まあ、元いた国に戻ってきたんですよね、この主人公バニラビーンズは。するとヒロインのコニーちゃんからこういう手紙を預かっていました。まあ、お互いはっきりさせなければならないことがあると思うので来てほしいという手紙を預かってるんですけどね、まだ当のコニー本人がどこにいるのかわからない状態ですまあやつとの決着をって言われてますけど、まあ、そういうわけでですね、コニーをこれから探しに行かないといけません。コニーがどこにいるのかっていうのは、まあ、コニーに縁のある人たちに話を聞いていかなければならないので、まずですね、ハッピーガーランドに来てマジョラムに話を聞いておきます。久しぶりだね。まあ1年ぶりですかね、あれから1年ほどになるか。うん、セイボリーが亡くなって、まあ、やっぱり死んでしまったんですね。ダンデリオンも国家反逆罪ということになって、うん、お咎めなしとはいきませんよね。コニーとバジルもどこにいるのかわからなくなっちゃうし、フェンネルは今もステーションホテルにいるよ。フェンネルあそこでまあロックオンしてるんですよね。会ってきなよ。コニーに会うにはまあ、マジョラムだったり元楽団メンバーとかですね、まあ、いろんな人と話をしていって、まあ、ヒントを聞いていかないとですね、いるべき場所に行っても出会うことができないみたいなんで、まあ、まず一人さっきマジョラムの話をしましたので、次はフェンネルですね。フェンネルはホテルにいましたよね。というわけで、まあ、この街のホテルに行ってみましょうか。本当にですね、たびたび言ってますけど、回収しきれなかったサブイベントっていうのが結構ありまして、なるべく紹介したかったんですけど、あんまりエンディング見た後でダラダラ続けるのもなんていうかやめ時がわからなくなりそうなんでね、この今やってる配信1回だけでおまけパートを終わらせて次回から新シリーズを始めるっていうふうにしました。まあ、紹介しきれなかった分は皆さん各自でバンピートロットをプレイして、楽しんでください、ね、本当遊び尽くせてないんですよね。もうそれぐらい本当楽しいゲームです。フェンネルはここにいましたね。相も変わらずここでロックオンしてるわけですけど、ちょっといい加減不良スタイルをやめましょう。ずっと通りなに不良がくっついてるので、髪型を変えるか、ちょっとスキンヘッドに戻しましょう。角がなくなりました。いい感じだろう。フェンネル久しぶりよ。うん、久しぶりだな。作ってもらった電気ギター今でもガンガン使わせてもらってるぜ。他の連中に会ったのかといっても、街には、まあ、マジョラムにはついさっき会いましたよね。フェンネルにコニーのことを、ローズマリーがゴールドン村にいるらしいから一緒にいるんじゃないか。まだゴールドン村に住んでるんですね。まあ、これ以上は演奏の準備はできているのか演奏、まあ、最終回なんでね、またちょっと名曲ではありますし、ロックオンしておきましょう。もうパートはエレキギター固定なんですかね。準備はいいか。いつでもいいっすよ。ちょっと演奏中はマイク切っときましょうね。Take one.
gone good, let's look at my face. Cause I'll soon be gone. Gonna enter in the big race and write my own songs. Yeah, I'm rocking up through the ranks and rolling with new bands. So I'm giving my guitar thanks and my skillful hands will fill up with money like banks. And that's a music revolution, and I'll rule the land. I ain't talking noise pollution, that's not what I planned. If you want the spice solution, then Fennel's your man. Rock on!終わりましたね。また録音を流すのか。もうこれで3回目ですかね、配信中でやるのは。まあ一応最後ということで、実にあの印象深い曲ですからね、みんなかなり気に入ってくれたようだ。よかったな、フェンネル。127ユーロッチ結構もらえるんですね。メンバーはプレゼントをくれた。フェンネルのポスターいらねえよ。野郎のポスターばっかり集まっていきますね。まあいいや、フェンネルもこうして元気にやっていたということは分かりましたので、次はじゃあゴールドン村に行って、あのローズマリーさんに話を聞いておきましょうか。もしかしたらコニーもそこにいるかもしれないということですので、ちょっと移動しましょう。ゴールド村の出口に行けばいいですかね。ポスター余ってるんやろうな。あのファンに売れないから。一応あのフェンネル、ゲーム中ではなんだろう、楽団メンバーとして、あとあのビークルバトルもできる人ですからね、それなりにあの女性ファンとかもいるらしいんですけど、それでもなお余るポスター。一応もらいましたけど、もらったポスターはあの不動産で自分の部屋を借りるようになればですね、あの借りた部屋に飾るっていうことができるんですけど、どうせ飾るならね、可愛い女の子のポスターとかの方がいいと思いませんか。それはさておき、ゴールドン村に行ってコニーのお母さんですね、ローズマリーさんに会ってみましょう。ビークルは無視でいいですかね。そんな邪魔っていうわけでもないし、燃料も あれ落ちた。なんてこと。道が塞がれてるとやっぱりこういう事故になっちゃうから、ここから上がりたいんだけど、どう行けばいいんだろう。こっちから上がれたっけ。いきなりこんな事故が起こるとは。こっちから行ける。はあ、やっぱりあのちゃんと倒して道を開けないと川に落ちちゃいますね。お母さんに話すとして、あと話をしないといけないのがバジルとか、あとナツメック博士とかにも
話を聞かないといけないらしいんですよね。よいしょ。こいつはもう今度は倒しましょう。あの横を通ろうとしたら落とされましたもんね。でかいのはさすがに無視した方がいいですね。まともにやり合うともうガンガン殴られて大ダメージを受けてしまうので。よいしょ。ダンディリオンの攻防って今どうなってるんですかね。ダンディリオンはもう国家反逆罪で豚箱行きになったはずなんですけど、ちょっと覗いていきましょうか。一応中にあのダンディリオンの弟子さんがいた気がするんですけど、今となってはもう誰もいないですね。攻防はどうなっちゃうんでしょうね。あら、久しぶり。あなたのことは覚えていますよ。ご存知かもしれませんが、ダンディリオンさんは亡くなりました。国家に対する反逆罪は重罪ですから、逮捕されてからあっという間に刑が執行されて、まあ、セイボリーの後を追う形で死んでしまったんですね。うん。あんなに優しかった人をあそこまで追い詰めたのは何だったんでしょうか。うん。ダンディリオンさんの意志を継いで一人でバイオリンを作っていると、すぐそばでダンディリオンさんが見てくれているような気がします。悲しいな。うん。修行の拠り所。ダンディリオンさんのお墓参りに寄っていただけませんか。展望内のところです。うん。チコリさんとセイボリーさんに並んで、うん、お参りを。あ、そうだ、唐突一つ言わせてました。工房の地下にトロットビークル整備用の施設があることが分かりました。なんと。うん。3階から入れます。まああのダンディリオンさんもビークルトーナメントの優勝者として結構な強いパーツとか持ってましたもんね。3階からその地下の整備室に入れるらしいので、ちょっと行ってみましょうか。もうあのビークルバトルあんまりやる機会もないと思うんですけどね。こんなところに愛機まである。警察に押収されないんですかね。パーツを取り外しますか。スパイクブレストとエクスカリバーアーム。エクスカリバーアームって相当強そうですよね。スパイクブレスト、まあエルダーの遺品をとりあえずもらっておきましょう。こういうのも全部ダンディリオン一人でやったんですかね。それかあのブラッディマンティス団を築き上げてから、まあ、こういう地下室も作り出したのかちょっとわかりませんけども。書類が置いてある。僕のエクスカリバー。硬くて大きいエクスカリバーをいただきました。まあ、後でまたビークルを整備できるところに行ったら、まあ、ダンディリオンのエクスカリバーを取り付けてみましょう。この弟子くんはこれからも一人で頑張っていくんでしょうね。まあ、これだけ立派な工房があるなら、なんだろう、バイオリン製作とかははかどると思いますけどね。よっしゃ。まあ、本来寄るべきところはこっちではなく、ゴールド村でしたね。あの、ローズマリーさんに会って、どうしているのかっていうのをちょっと尋ねておきましょう。本当だったらあの、エクスカリバーアームとガトリングアームとかで結構あの、武装寄りの、なんだろう、カスタマイズをしてみたかったんですけど。また、またここで
こいつが出てくる。スルーできないですかね。以前マージュを連れて村に行こうとしてた時はとりあえずぶっ倒してみましたけど、真下に潜り込んで倒さないとちょっとまともに動けないですね。よくさいな、もう。出てきたタイミングでぶっ放せばいいですけど、トライデントでぶっ刺した方が早いかな。よいしょ、倒さないと、なんかなんだろう、フェンスができてますよね、村の入り口に。フェンスがあるせいで、多分こいつを倒さないと、また村まで入れなくなってるんですかね。めんどくせえな。なんでまたこんなものを作るんだ。一応、村に入ればね、回復はできると思うので、急いでこいつをぶち壊しましょう。ちょっと2回ぐらいで壊せますかね。よし、暴れ、この野郎。お金をいっぱい落としていくのはまあありがたいんですけど、一応拾うとして、村がどっちだっけ、分かんなくなっちゃった。左手でしたよね。違うわ。全然違った。ゴールドンブラン。あ、まっすぐ。ここをまっすぐでいいんだ。あんまりもう、今となっては、お金を使う用事もないですからね。まあ、落ちてる小銭はもう拾わずに、ちょっと話を進めていきましょう。相変わらずこの村は錆びれてるんですね。ちょっとなんか賑やかな感じの BGM が流れてますけど、温泉もできた時のまんまなんですかね。この温泉は内身骨折、腰痛、神経痛、リウマチ、皮膚病、内臓疾患、呼吸器の病気、さらに不妊症まで効果があるようなんだ。すごいな。そんなすごい温泉ができてるとは。私の話をよく聞いてくれるようだね。これも何かないんだ。一つ頼まれてくれるかい。はいはい。これは湯治場って呼ぶんですかね。湯治場、まあ、温泉をもうちょっとしっかりしたものにしたいんですかね。それには資材が必要だ。私には運ぶ手段がない。お願いだ。君のビークルで材木を一運んでくれないだろうか。材木、ちょうど今後ろに積んでるんですよね。実を言うと、配信の前に先に材木を仕入れておきました。木材一丁下ろしました。お礼の品だ。ゴールドオンの歴史いらない。まあ、温泉ができたら遊びに行きましょう。これでまあ温泉イベントがちょっと進むんですかね。金の匂いがする。まあ儲け話が。コニーの家はこっちでしたね。お母さんお久しぶりです。あら、ベッドからちゃんと降りて元気にやってるんですね。久しぶり。コニーはいますか。コニーならピジョン牧場のナツメク博士のところに行ってる。ナツメク博士、覚えていないの。うん、アガサ博士ですよね。具合は良くなったんですか。すっかり良くなった。ああ、もう元気になったんですね。都会も賑やかでいいけど、ここがいいと。なるほど。まあでも、会った時からずっともうベッドにいましたもんね。それがもう今では立ち上がって
動き回れるようになって、めでたしめでたしって感じですよね。一応ここまでやっといたんでセーブはしておきましょうか。まだ材木が余ってますけど、どうしようかな。ちょっとですね、この材木実を言うと別のことに使うために仕入れておいたんですよね。ただ今積んでる分で足りるかどうかわからないので、まあ近くで仕入れられますし、ピジョン牧場に行く前にもう少し積めるだけ材木を下ろしておきましょうか。まさかこれはフリーズしましたかね。 PS ボタンが反応しないちょっと待って、最終回でこれはないだろう。ちょっとごめんなさい、一回画面を切り替えます。裏を出ようとしてローディング画面でさっきはフリーズしちゃいましたけどね。右下のバンピートロットのロゴが点滅してる間は、まあ、止まってないということになるんでしょうけど、あ、ちゃんと出れた。今度は出れた。まだ油断はできませんけどね。本当止まらないでほしいな。ピジョン牧場のナツメック博士に、まあ、コニーが会いに行ったっていうことですので、次向かうべきところはそのナツメック博士の研究所なんですけれども、まあその前に木材を仕入れておきましょう。多分今ある分でも十分足りるとは思うんですけどね。この先にまあダンディリオンさんたちもお墓もあるっていう話ですけど、木材を仕入れていきましょう。もう積めるだけ積んでおきます。ありがとうございます。お墓参りはどうせならねコニーと一緒に来たいですよね。お墓参りするためにもまずはコニーを見つけないといけませんね。とりあえずハッピーガーランドの街に戻って列車に乗ってもうピジョン牧場まで行きましょう。列車でもまっすぐ行けるんで移動は楽っちゃ楽ですよね。どうしたんだい。一応まずは補給ですね。で交換。左アームが今トライデントなんで、ここにエクスカリバーを、なんか威力の星の数がすごい多いですよね。ブレストは鳩時計を外してスパイク E でしたっけね。これもまあダンディオンの残したパーツというわけで、ついにセーブしときましょうか。また止まったら嫌なんで、セーブはこまめにやっておきましょう。よし、じゃあピジョン牧場ですね、次に行くのは。ハッピーガランドの街の駅で移動しましょう。よし、牧場にやってまいりました。とりあえずここで工事をしている人に木材を渡したいんですよね。一大事業が始まった。でも資材の到着は遅い。木材を売りましょう。持ってるの全部売って大丈夫かな。やめとく。助かるよ。一気に作業を進めるぞ。頑張ってね。ちゃんと鉄道が開通すればですね、わざわざ湖を渡って移動する必要もなくなりますもんね。早く完成するといいですけどね。ナツメック博士のところにコニーがいるとのことなので、ちょっと会いに行ってみましょう。暗くて本当に道がわからない。昼間とかに来たかったんですけどね。
ねえ、やっと着いた。ああ、加瀬、久しぶり。お前さんか、しばらく見るうちに随分とたくましくなったようじゃん。たくましいか。コニーならさっきまでここにおったんだが、バジルの様子を見に行くとかで、ネフロネフロの町に向かった。バジルはネフロネフロにいるんですね。お前さんも言っておやりと。なんかサマルトリアの王子みたいな展開になってるけど。まあいいや、とりあえず次の目的地が分かったんで出ましょう。ネフロネフロね、列車に乗りたいんですけど、夜になるともう列車が出ないですから歩いていくしかないですね。バニラビーンズよ、勝負じゃ。建物が立ち上がる。博士の声に振り返った僕の目に飛び込んできたのは、勢いよく立ち上がる巨大な博士の攻防ビークルだった。ビークルが戦いに使われるの嫌だとか言ってたくせに、なんでこうなる。とりあえず今の俺にはエクスカリバーアームがある。カリバーを食らいやがれ。すごい切れ味ですね。でも一振りですごい敵のゲージを削ってくれましたけど、ゴリ押しはやっぱり無謀すぎましたね。ビークルの操縦は練習あるのみじゃ。おう、練習あるのみ。いやでも圧倒的に物量が違うでしょ。燃料が尽きたのか、巨大な動く工房はゆっくりとあるべき場所へと書いていった。何事もなかったかのように燃料とかが満タンになってる。まあいいや、セーブしとこう。気が狂っとる。どうして建物そのものを戦闘用に改造するのか。まったくもう、やってることがブラティマンティスとあんまり変わんないと思うんですけどね。まあいいや、ネフロネフロに行かないと、まだ話が進みそうにないですね。よいしょ。ほんとここで夜を明かせるようになってたらいいんですけどね。農家の家でもなんだろう、寝泊まりさせてもらえませんし。上に上がりたい。上に上がりたいんだけど、届かないかな。届いた。ここからワグテール渓谷を抜けてネフロネフロに行けばいいですかね。ネフロネフロのバジルに会って、まあ、次はどこへ向かえばいいのかっていう話になってきますよね。ここはもう線路沿いに通っていけばいいですね。今荷台が空っぽだから化石を積んで帰ることもできそうですけど、いや、化石掘りのイベントとかもあんまり進めないままエンディング迎えちゃいましたね。よいしょ、たどり着いた。とりあえず一泊させてもらえないかな。寝ましょう。朝までぐっすり。人々があなたのことを輝く露出鏡と呼んでいるようです。輝く露出鏡。頭がスキンヘッドだから頭が輝いてるっていうことなんですかね。シャイニング露出鏡。ネフロネフロのバジルはどこにいるかっていう話なんですけど、バジルは確かゴミ捨て場にいますね。入ってすぐ股間が輝く。完全に露出鏡じゃないですか。
見えてはいけない部分を光で隠す、ね、製品版 DVD では光が消えますとかそういうことなんですかね。バジルは確かこのなんだろう、人目につかないところにいた記憶が、あ、いたいたこんなところで、あのふうにゃ猫お腹が空いてるようだ、まあ、ご飯をじゃああげましょうか。猫は可愛いですもんね。猫に鶏肉はあげちゃいけないですよね。腐った魚あげるのもさすがにかわいそうなんで、まあ、クロワッサンでも恵んであげましょう。喜んでいる。不思議な目をしとるな。不思議な目。どっかで私と会ったことはないか。適当に答えてみましょうか。以前会ったことがあるよ。そうか。特にコメントがなく、ひんやりとしていて落ち着くんだよ。そしてこいつ、バジル。帰ってきたんだね。嬉しくなさそう。セイボリーを探して国中を歩き回ったんだ。バジル、お前。セイボリーが亡くなったことが今でも納得できないんだよ。目の前で起こったことなん、息を引き取るときもお墓に埋めるときもずっと見ていたはずなんだけど、頭では分かっているんだけど、うん、何か妖怪、コニーを探しに来たんですけどね、うん、コニーの家の隣のおばさん、あのフライパンのおばさん、以前キラーエレファント団の様子を探っていたことを聞く。セイボリーに頼まれてキラーエレファント団の動向を探っていたと。彼女が悪いことをしないようにか、まあ、ブラッディマンティス団の総帥だったってことを考えれば、自分の組織って何を言ってるんだ君は。考えてもわからないねが正解なんですかね。特に進展はないみたいですけど、じゃあ、まあ、隣のおばさんにも話を聞いておきましょうか。